現に渋谷さんの MRI を見ると脊髄が椎体のすぐ後ろを走行しています、うん、椎体後壁が破裂した際に直接的に強い衝撃を受けたと考えられます。歩けなくなることが分かってるのでそうやって言ってくださいっては言ってなくて、うん、もうなんとなく全てを自分で分かってる理解してるので隠さずに何でも言ってくださいねってその言ったんだよね。別に歩くことを諦めてるわけではなくて今考えても解決策が見つからないことを今考える必要性ってあるんかなって。皆さんこんにちは、県内のもののけ姫ことまこです。今日はですね、私が2018年のその脊髄損傷を負った時の主治医の先生と5月にたまたま再会する機会がありまして、私の地域のその病院はだいたい3年くらいでその連携してる病院に行ってしまうっていうところだったので、その急性期の病院を退院して国立派から退院をしてきて戻ってきた、その数ヶ月後にはもう変わってしまったので、そこからやっぱり連絡を取るとか会うとかっていうことができなかったんですね。私がエッセイ本とかいろいろ YouTube を発信してる中で当時のお話、その運ばれてきた時のお話を結構してるんですが、私だけの記憶であって本当にそれが正しいことな、正しかったことだとか合ってることなのかがちょっと私の中で疑問にあったので、まあ、今回そのお会いして、はじめはこう YouTube によかったら出てくれませんか、顔出しなしでもいいですって言ったんですけど、ちょっとそれは恥ずかしいからということで、じゃあ Q&A 方式でワードで送ってくれたらお答えしますよっていうことで、まあ、今回いろいろ私がその当時思った疑問とか、あと改めて自分のその脊髄の状態っていうのを少しだけね、知識が増えた中で聞いたら、今まで感じていたことというか私が思っていた状況と少し違うなというのも感じたので、ちょっとそれは今日はお話ししていこうかなと思います。でで、まあ、私一人で喋るのもなんなので、今日はアシスタントとしてね、カメラの向こう側に人がいますので、私の主治医の先生役みたいな感じで Q&A の A を答えてもらいながらお話ししていこうと思います。なので先生に聞きたいことを話してほしいことっていうことで、まあ、まず私の脊髄の怪我の状態を聞きました。胸椎8腕が潰れたことによって脊髄を傷つけた、神経は裂けたような状態になっている、まあ、要はこの神経がこうある中でなんかピッて断裂とかではないけど、なんかピッてこう裂けてるんじゃないかなっていう私は認識でずっとこの4年間いたんですけど、それで合ってるかどうかっていうのをまずお聞きしました。おそらく脊髄は裂けてないように思います、うん、脊髄が裂けるということは、うん、脊髄を保護している硬膜も損傷するはずですが、うん、手術中に観察した限りでは、うん、硬膜の損傷はなかったと記憶しています、うん、胸椎8番レベルの脊髄は脊柱管内の腹側より椎体に近い方を走行していることが多いので、うん、現に渋谷さんの MRI を見ると脊髄が椎体のすぐ後ろを走行しています、うん、椎体後壁が破裂した際に直接的に強い衝撃を受けたと考えられます、うん、脊髄は瞬間的な衝撃には非常に弱いという性質があり、そのダメージは不可逆的なものとなります。はい、まあ、全く意味が分かんない難しすぎて全く意味が分かんなかったんだけど、まず一つ、だから私が思っていた脊髄っていうのは避けてはいないように思いますっていうのは、まあ、その脊髄自体っていうのは目に見えないもの、手術した時は、まあ、硬膜っていうのに包まれてるから、うん、見えたら破れてるってことだね。見えていなかったから脊髄自体に直接的な打撃というか刺激は加わって、はい、加わってると思う。お豆腐ってさ、売ってるやつでパックに入って中浮いてるじゃん、うん、水の中に浮いてるじゃん、うん、でその外が硬膜なわけ、お豆腐の表面が、でそれが破れてたら豆腐の中身、豆腐が見えるじゃん、うん、豆腐が脊髄だから、うん、だから手術先生した時に豆腐の上のパック見えたけど中の豆腐見えてないわけ、うんうんうん、要は脊髄自体がそれはもうむき出しになって、うん、硬膜が裂けてるっていうことはないけど、うん、ただここに書いてるように
瞬間的衝撃非常に弱いっていうんで、うん、前も言ってたけどお腹にパンチ受けた時みたいに中の豆腐だけ壊れるというかあれじゃん、袋破れないけど、うん、っていうことで、なるほどね、うん、それを言うのは相当難しいけどまあでもお豆腐はすごい分かりやすい。そうだね。ああだからまあそういう感じ、まあ、だから直接的にはまず見れなかったけど、うん、MRI とかを見る限りは、まあ、そういう感じだったんだろうなっていうことだよね、うん、そうですね、うん、で、まあ、だからまあ同じ話になるのかな。でも脊髄の状態っていうのを次のやつ、そうどういうふうに処置をしたのか教えてください、うん、で、あのもう CT とか MRI のデータを私はもう持ってたので、うん、それを全部お渡しして、なんか印つけてもらえたら嬉しいですなんてすごいわがままな感じで送ったんですけど、脊髄は硬膜に覆われているため直接脊髄を観察することはできません、うん、また肉眼的に脊髄を観察できたとしても損傷は脊髄内のミクロなレベルで起きておりますので、その程度を肉眼的に予測することは困難です。うんうん、これがさっき言った話だよね、うん、そう、はい、で手術についてどうぞ。手術についてですが、脊髄後方受圧固定術という手術を行いました、うん、受圧とは脊髄の圧迫要素を取り除くことで脊髄が回復するための環境を作ることが目的になります、うん、具体的には第八胸椎の椎弓と呼ばれる骨を切除し、うん、脊髄の後方に空間を作るようなことを行ってきました、うん、固定術とは骨折して不安定な脊椎を安定化させる手術です、うん、具体的に言うと第八胸椎を挟んで上下に椎体ずつそれぞれ左右に椎弓根スクリューというアンカーを挿入し、うん、それらをロッドと言われる棒で連結することで骨折部を安定化させています。難しいけど8番のところが潰れてたからそこを広げるというか圧迫をなくすようにしたっていうことだよね、うん、骨を移植しております。除圧のために切除した骨をチップ状に砕いて後方の残った椎弓状に移植しています、うん、そこから骨ができるんだよね、うん、新しくこう骨同士がこう手でつなぐみたいな感じだよね、うん、ということで私のその脊髄の状態っていうのをまあ改めて知って、まあ、だからまず一つはやっぱりその避けていたと思われていたものをまあ、避けてはいないっていうところから勝手な素人考えだとさやっぱ断裂してたり避けてたりした方がやっぱり状態的には治るっていうのがすごい難しいんじゃないかなってやっぱり個人的に思っちゃうけど、まあ、そうじゃなくてっていう部分はなんか少し良かったかなっていうふうに思いました。で他にね先生にだからその当時の状況が本当に私の記憶と合っていたのかっていうのも確かめたくて聞きました。病院に搬送された時の話なんだけど、私が病院に搬送された時は本当に自分の中で落ち込むとか泣きわめくっていうことがなくて普通のテンションで搬送されて、で検査前の衣類の着替えをする時に服を着ていたからでもう麻痺してるから基本的にはハサミで全部服を切っていいですかっていう話になったんだけど、もったいないと思ったからもう服を切らないでほしい、でましてやブラジャーとかもなんかいいブラジャーつけてたら嫌だったから確認してあいいブラジャーじゃなかったからまあ別に良かったけどズボンだけは切らないでほしいとかって言ってそういうやり取りをしてたり、あとはピアス、ここに軟骨ピアスがあるからさこのピアスをなんか看護師さんたちがこれどうやって外すのみたいな、耳の中に落ちてたらどうしようとか、ジェルネイルしてたからジェルネイルを除光液で取ろうとしてたけどいやジェルネイルは除光液じゃ取れないよみたいな、そういういろんなコントをね繰り広げてたなって私の中で記憶があって、いやそこの記憶がやっぱ正しいのかどうなのかっていうのを聞いたら、部分的にですが会話は聞こえていたと思います、うん、普通は暗い雰囲気になりがちな場面ですので周りを気遣ってあえて明るく気丈に振る舞ってくれているのかなと思いました、うん、でもだんだんとそれが渋谷さんの素の姿なのかなと思うようになりとても心が強くて優しい人だなと驚いていました。どう思いますか。いやまあその通りだと思います。そうだね、なんかその
周りに気を使ってっていうのはないからさ、だって別に気を使う必要性はない人たちがいたから、だからただ単に普通のこのテンションで喋ってたら、やっぱり傍から見たら結構一大事な状態になってるはずなのに、多分いろんなそういう人を多分その人たちを見てきた中でもやっぱりすごい平常心でいるんだろうなっていうのがきっと思ったからね、これが心が強くて優しいのかって言ったらちょっとわかんないけどそうで、先生がね、その時はでも私も先生が近くにいるのは分からなかったし、私自身はもう上しか見えれない状態だから、ここの視界に入ってくる人たちとしかお話ができなかったんだけど、で先生が来たの、主治医担当する誰々ですって、手術に入る前に何かお聞きたいことありますかって先生から言われて、で、まあ、私自身はなんか本当にこれから手術するんだなって思って、どう考えてもやっぱりその運ばれてきてから今の今までも体が動かないのが分かったから、あの絶対なんか動かなくなる系のやつだなっていうのはもうなんとなく察してて、ドラマがふっとよぎったの。やっぱりね、宣告をする、歩けなくなることの宣告とかさ、車椅子になる人の宣告を親とか親家族の人たちにいつ言ったらいいですかねみたいな、なんかそういうシーンってあるじゃん。あるよね。でそれがよぎった時に、あーなんか隠されるの絶対嫌だなって思って、私はもう何でも分かっておきたいって思ったから、歩けなくなることが分かってるのでそうやって言ってくださいっては言ってなくて、もうなんとなく全てを自分で分かってる、理解してるので隠さずに何でも言ってくださいねってその言ったんだよね。で、だからっていうような会話をしたのを覚えてますかっていう質問をして、まあ、そもそもそういう会話をするタイミングなんて先生がこう医者人生の中でさあったのかっていうのがすごい気になって聞きました、うん、どうぞ渋谷さんがそう言われた場面を鮮明に覚えています、うん、完全運動麻痺の場合改善が乏しい可能性が高いのですが、うん、特に若い患者さんにはそのことを伝えることに躊躇してしまいます、うん、あの場面渋谷さんは表情に全く動揺の色がなく、うん、淡々とされていたので、うん、特に印象に残っています。脊髄損傷の場合緊急での手術が必要になるので、うん、初対面でいきなり厳しい現実や将来的な観測を告げなくてはいけません、うん、これは脊椎外科医としていつも心苦しい場面の一つです。うーん、やっぱそうだよね、うん、そうですね。だから私もなんでそんなに冷静だったのかは分かんない、自分でも正直。でも別にそんなにテンパってたっていうこともなくて、うんうん、なんか、まあ、そうなったものはそうなったものなんだなっていう感じでしかなかったのか、まあ、やっぱあとまあ宣告を受ける前ではあったから、まあ、少しの可能性みたいなのはやっぱりあったかなっては思う。やっぱ実際そう、今は動かないけどちょっと時間が経ったら動くんかなとか、自分が感じたことのない体の経験だからまだ受け入れきれてないからこそ逆に平常心みたいなのはあったんじゃないかなって自分でも思うね。宣告をした時にえ、なんでそうなったのじゃなくて、脊髄損傷の人で歩けるようになった人いるんですかねみたいな、脊髄損傷ってまず何ですかみたいなとかをすごいいろいろ聞いたんよね。だそういう時の状況は先生としてはこいつどんなやつやねんって思ったのかを聞きたくて聞きましたが、どうぞ。はい、さっきの質問への返答と重なる部分があるかもしれませんが、その時の心情を一言で言えば、うん、渋谷さんは心の強い人だなと感じました、うん、自分は治療する側の人間ですが、やはり人間ですので患者さんに対して少なからず感情移入はしています、うん、ただ当事者の渋谷さんに落ち込みや悲壮感があまりにも感じられなかったので、うん、驚きとともに年下ながら現在の状況を俯瞰して見ていられるのだなと驚きました。本当に先生とかだけじゃなくて看護師さんとか、入院中は私のお部屋はお悩み相談所がすごい開かれてたくらい、本当は当事者の人が落ち込んで看護師さんとかがきっとこうフォローに入るっていうのがもしかしたらスタンダードなのかもしれないけど、私の場合は私がもう元気もりもりすぎたから、看護師さんが普段の自分の生活の悩みとか息子とかの悩みを話しに来るって、私がいやこれはそうなんじゃないですか、こうした方がもっとうまくいってんじゃないですかねっていうのをずっとやってただよね。で、まあ、あとその他何か思うことがあればっていうのを聞いて、
なぜその若さでそんなに達観というか世の中を俯瞰して見ることができるのかなと不思議に思っています、うん、家庭環境が要因でしょうか、うん、病状説明した時の記憶ではおとなしそうな両親だという印象があります何か秘訣などがあれば教えていただきたいです。逆質問ですねまあだからそれ、まあ、両親は別におとなしそうな人ではないし、家族環境がやっぱよく言われるけど、別に家族環境もそんなにさパワーみたいなさわかる、あのレスリングのさ浜口さんみたいな感じでさ、キャイヤキャイヤみたいな家ではないわけよ。別に全然もう放置主義のお家だったから、全然そんな家庭環境っていうのは私はないと思ってる、個人的にはね。でそれを両親とかに聞いても、いや別なんかしたっていうことではないかなって本人たちも言ってるから、だから本当に、まあ、私の考え方というかさ、私がどう考えてきたかで自分を変えれるっていう感じなんだよね。達観してるように見える？見えますねなんかいつそうなったとかあるんですかね。22、3、4くらいの時かな。やっぱきっかけはやっぱおばあちゃんだったから、うん、おばあちゃんとかお父さんとかがすごい大好きで、でもある時にやっぱり今までできてたことができなくなってくる。でもうちらが20歳を超えた瞬間に お父さんとかおばあちゃんも年を取ってるんだなってことを実感してきて、でもこの人たちと楽しい時間を過ごしたいなって思った時には、やっぱりどういう風に楽しく過ごせるかな、まあこの人たちとの時間を楽しくすればいいのもそうだけど、自分のそのモチベーションがさやっぱ下がってたり、なんかイライラしてたらこの人たちの楽しい時間っていうのはやっぱりできないから、まず自分のその環境、ストレス抱えてるようなことがあるのであれば、何が原因でストレス抱えてるのかな、仕事なんかな、人間関係なんかなって思ったら、じゃあ仕事を変えてみるっていうのもやっぱり一つあると思ったから、やっぱ仕事を変えてみてとか、人間関係があるのであれば、この人は本当に私にとってこの時間必要なんだろうかっていうのを考えて、時間がもうどん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 限られてることを考えると、誰のためにこの時間を費やしたらいいのかなとか、自分のモチベーションは一日の中で幸せがいっぱい多い時間が楽しいのか、悩んでる時間とか怒ってる時間の方がいいと思うのかっていうことを考えた時には、やっぱり楽しいって思う時間の方が私はたくさん欲しいって思ったから、じゃあそういうふうに考えれるように、すぐはやっぱ無理だけどちょっとずつ変えていこうっていうふうに思った。でじゃあ怪我した時ってやっぱり誰だって落ち込むと思うけど、私の場合は今でもそうだけど、別に歩くことを諦めてるわけではなくて、今考えても解決策が見つからないことを今考える必要性ってあるんかなって、考えても考えてもだって答えは出ないわけじゃん、だって治らないんだし。そう、だからそこに対してずっと時間を費やしてるよりだったら、今頑張るんじゃなくて、次その歩けるようになる医療とかを信じて、ロボットとかね、そういうのをマシンとかを信じた上で、それまでに私が歩くための準備は何ができるのかなっていうのを考えたし、まあ、車椅子生活っていうのも人生のうちで誰しもが経験できることでもないし、まあ、経験したいっていう話でもないのかもしれないけど、でも一回の人生の中で歩いてる人生を26年間送ってきて、じゃあ、あとまた26年間は別に車椅子の生活をしても私は楽しいんじゃないかなって思ったのね。まあ、だからやっぱり時間とかを考えたら、じゃあ自分がどういうモチベーションでいたら、どういう状況であろうと、どういう身体であろうと、どういうモチベーションでいたら自分が楽しくなるのかな。でもやっぱ自分が楽しくなったら、そうやって周りの人たちもきっと楽しくなっていくし、なんか自分が悲しんでたらやっぱり悲しむ人たちは多いなとか、いろいろ考えたら、まあ、無理にしているわけではないけど、どういうふうにじゃあそういうモチベーションになるかなっていうのをマジで客観的にめっちゃ見て、一個ずつ一個ずつなんかそのピースをさ変えていくというかっていうふうにしていくと、こんなやつになるこんなやつになる。でも全然落ち込むしムカつくこともいっぱいあるけど、まあ、その時その時で引っ張る時間も長かったりもするけどさ、まあ、でも基本的にはやっぱりあんまり引っ張らないで、どうやったらそれが変えれるかなっていうのを考えたりする。まあそれが難しいって言われるけど、
でも誰かに話すとその答えが返ってきたりする時もたくさんあるから、だから悩んでることとか昔は全然喋らなかったけど人に話したりするようになってって、うん、本当に少しずつ変わって今があるって感じかな、うん、でも逆に作ってる自分がいるのかなって思う瞬間もやっぱりある。なんかその泣くとか本当にないからさ、逆になってるの作ってるというか、うん、心が冷めてるというか、ポジティブなのか心が死んでるのか、うん、なんかどっちなんかなってふと思う時もある。作ってる自分っていうのは自分が思ってることと違うことをしてる自分がいるってこと？そういうわけではないけど、やっぱその、まあ、今こういう風になってみんながポジティブだねポジティブだねってなってると、やっぱポジティブでいるべきじゃないかっていう風になった時に、うん、そのしんどくなった時もしんどくないですよっていう風にもう作っちゃって、うんうん、騙してるというかさ、うん、そっちをやってる時もあんのかなってふと思う時もある。だからこそ騙してる自分もいるけど、それも別に平気ですっていう感じにするとやっぱ心が死ぬのかなっていう風に思っちゃったりもする、うん、でもあんまりさ、なんかやっぱ周りの人たちってあんまりポジティブの人って逆に好きじゃなかったりするんだよね。なんかネガティブがあってポジティブがある人の方が親近感が湧くというなんか人間みたいですねみたいな感じ。まあそうですね、うん、難しいですけどね、確かに。まあでも結局どっちみちでも楽しいと思える時間が多い方が私は結局いいと思ってるから、うん、みんなに別にそれを押し付けてるわけではないけど、だから一人一人からそういう風になんかこういうことで悩んでるんです、ああいうことで悩んでるんですっていうものに対してこうアンサーをして、なんかいろんな人が私はポジティブになってほしいなっては思う、うん、あんまポジティブの押し付けはしないけど、うん、悩んでるんだったらそっちの方がいいんじゃないですかねっていうふうに思うかな、まあ、今回はその私の主治医の先生とお会いして、まあ、本当にいい先生だったなって今でも思うし、まあ、こんなに細かく返答してくれるとも思わなかったから、やっぱり本当に素敵な先生と出会えたんだなって思う。だそういう先生と出会える人ってもうあんまりやっぱね少ないと思うから、なんかいろんなお医者さんがそういうお医者さんになってくれたらいいなと思っております。でこう患者さん一人一人に寄り添っていただけるようなお医者さんになってくれたら私はいいなと思っておりますということで、今回はその主治医の先生との、お話と、まあ、なんとなく雑談をしてみました。はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。